検証しよう検証。久々にハタスコワールドにいたら人が来るのか検証。検証いきます自分。おい皆さんお疲れ様でした。楽しかった。マジでゲラゲラ笑いながらやってた。いや普通におもろかったけど、やっぱりね、あのレベル上がっちゃってるからシンプルにね、なんかそんなめちゃくちゃ妨害しようと思って妨害できないし。検証です。30分ぐらい待ってこんかったら俺はしくしく寝ます。いやニンニン道場ガチでさ、ニスク練習した、なんやろ、練習した回あったよな。なんかもう何にも属さねえと思って今日やったけどさ、何も考えずに、まあ、やっぱ何も考えずになるのが一番楽しいやん。二次会脳を殺してやる二次会楽しすぎる。いやでもレベル高かったなマジで。明日できたら朝か昼かに配信したいな。配信のねちょっと頻度っていうかあの幅を広げようと思ってさ、まあこれも希望的観測の話なんですけど、なんかできる限りさ、いろいろ昼間とかにラウンジとかもやりたいし。ミスった。お疲れ。あ、びっくりした。お、検証結果。2分でハタスコが来る。検証結果。検証されてた。検証結果です。30分こんかったらしくしく寝ようってみんなと言ってた。なんかこれ、みんなの二次会マリカの時結構いろんな人の視点開いてみながらやってるんだけど、伊豆さんはストリームキットついてたからどっかにいるなと思って気づいてしまったそれで。あ、なるほど、俺の配信開いて俺がどっかにストリームキットつけてるから。うん、なるほど。まあここやろな。まあ大体ね、ちょっと遅れて出すとちょうどよく2個目がテイク出るな。へえ、なるほどね。あ、皆さん、あら、あ、そう、お、検証結果、13分経ったら明夜さんが来る。